コミケの話をじゃあどうだったんですか、コミケ。いやーコミケ疲れた。おお。そして水分が足りなくなるね。あ、そうなんだ。やっぱり暑かったですか。コミケ拓司先生出てたんですよね。出てましたね。何日目に出てたんですか。2日目です。2日目にラブライブでね出てましたよ。なるほど。そしてね、まずじゃあちょっと口から入っていい、まあその疲れたが口ダメかな。ダメなのかい。口しか出んだよ。そうなんだ、まずね、まず T シャツ、今俺着てんだけど実際、ネームができる3日間、無からっていうこの東京ネームタンクの T シャツ。そう、あのその説明をしないとね、今、ネームタンクで T シャツ作ったんだよね。そうです、そしてあのコミケでね、これを着ること、コミケとコミティアでこれを着ることによって、みんなでその宣伝みたいな、で、フェアみたいな感じで、ネームタンクから送られてきたはずなんですよ。そして俺は断固拒否。なぜならば、ラブライブの T シャツを着たいから、なんだったらラブライブの靴下まで俺履いてたからね。見えないオシャレみたいな。で、要はラブライブです。ラブライブサークルですよってこうアピールしたのに3日間のネームできるよ。余計だよって言って、コミティア負けるから勘弁なって言って、で、みんなにはこのスタッフの中で了承を得ていたんですよ。そしたら、みんなこう挨拶に来てくるじゃないですか。先生いつもお世話になってますみたいな。みんな来てんのよ。みたいな。なんか俺悪いことしてる感じになってきた。いや悪くない。拓司先生そういうとこあるよね。だから。なんか空気を見てて感すげえ出てきて、このフレンズのサークルてるスタッフのさ、人のとこに挨拶に行ったんだよ。来てんだよ。お前はケモフレの T シャツを着ろよみたいな。すごいフレンズ感あるな、ありがとうございました。先生なんで来てないんですかってことはおられて、来ねえやって言ってで今来てくれてんだよね。そうです。なんだこのやっぱりあったんだよね、探検する気持ちが。最悪かみたいなのが。ごめんごめん、こびたで来てる。あと今日一日来てる。はい、漫画を応援するラジオ、漫画ジやりまーす。はーい。この番組は星井千夜さんと応援団員の皆さんの提供でお送りしております。どうですか、他にコミケってなんかいろいろあったら教えてくださいよ。いコミケ今回行ってないからな。まず4日開催なんですよ。すごい。4日か、これね、まあお笑いとかじゃ情報として、4日間だよ。3日間でも死ねって言うのにね。なぜ、あのさ、なんかさ、東京オリンピックがあるからどうのうんぬんみたいな話もあるじゃない。関係してるじゃないですか。関係してるの。まあ内部情報まで知らないんですけど、それがなんかもう情報としてマーってウェブで拡散されて、しかも東館は使えないんですよ、来年から。西だけ。西だけ。あ、じゃあ分散させる感じにするんだ。大丈夫、東の方がなんか大きい印象あるけど、そんなことない。圧倒的にでかい。そうだよね。西はちっちゃいの。そうだよね。そこに詰め込むんだ。だから4日間なんでしょ。で、企業ブースが他のところでやって、へぇ、って言って。8月、夏やるのは変わらず。だと思いますよ。2020年がまた変わるんじゃないかな、オリンピックの年だから。そうか、すごいよね。35万人ぐらい集まるんでしょ、確か。でね、俺のさ、その、コミケのためにさ、友人が泊まりに来るわけ。そいつ3日間行くじゃない、いつも。4日って言ってた。4日って言ってた。来年も今年みたいな気温なら俺死にますって言って。でさ、そいつ来る、帰ってくるって言ったらもう T シャツがびしょびしょなわけ。で、拓司さん、洗濯機回していいですかって言って、やだな、こいつのびしょびしょの T シャツ洗濯機で回すのやだなって思うんだけど、いいよっていう。優しい。優しい。しゃねえなと思って。コミケ雲は何、今年も出たの？いや、感想もしないんですけど。あ、そうなんだ。これ。T3 とかって絶対思ってほしくないんだけど、俺の友達、まだ違う友達がさ、コミケで俺のとこ挨拶来てくれたんですよ。で、まあいろんなね、アイカツっていうアイドルのアニメがあったり、まあ、アイドルアニメのその、島の近くだったから、こう来たんだよ。だから、あー、田口さん、ラブライブ島臭いとかって言われて、臭いって言うなよ、みたいな。お前、って、アイカツ島は、全然臭くなかった、みたいな。なんか、俺が臭いみたいな感じじゃねえかと思って。なんかよく言いますよね、そのコミケ臭いって。なんで臭くなっちゃうの？いや、あんだけの気温で、しかもさ、外の体感気温なんて50度ぐらいっすよ。そこをさ、2時間、3時間並ぶわけ。汗も出なくなる。骨よ骨。そうだよね。いや、僕もね、一回行った時にはね、本当コミケ雲本
当に見て、うん、すごいことだよね、うん、室内に雲ができるって。そうなのよ。みんなの汗の湿気と空調の冷房だよね、うん、それがちょうど飽和水蒸気量を超えるんだよね、うんうん、だから本当にその室内に雲ができるんだよね。すごい、傘差しますすごい科学だなと思って実際に臭くないとか、臭いとか臭くないとかじゃなくて、絶対臭くはない、人間だから、うんうん、なんだけど、それもプラス、あと熱中症がね、やっぱりすごかった。友達が3日目の終わった時に打ち上げしたんですよ、うんうんうん、熱中症になったって言ってて、いやー熱中症笑えないね。草さまでならまだそれもさ楽しさの一つとかさ、うん、そうなのよ、言っちゃえるけどさ、もうこればかりは ね気をつけなくちゃいけないよね。なんかね足と頭が別の生き物になってたって言ってたわ、うん、おー面白い、なんかね、よし行くぞって言った時足が動かないんだってああそうなんだね、マジかと思って。で熱中症ってブターンって気絶とかするより、うん、もうだるくなって動けなくなるんだよなって言って、で、こっからは、ちょっとマジの啓蒙で言うんだけど、うんうん、3つ隣のサークルの人が痙攣起こしちゃって、うん、あらららら。ビクビクビクって担架で運ばれちゃってさ、これ本当にやべえなと思って。本当にやばいな。うん、さっき、ね、匂いのこと言ってた友達が全然笑わなくなって、うん、まさかこんなことになるとは、みたいな。いやー、そうだよね。多分さ、うん、楽しいっていうのも危険な要素の一つだよね。うんうんうん、楽しいとさ、水のこととか忘れるんでしょ多分、うん、ね、熱中すればするほど、うん、でね、うん、初めてスタッフっていうのをギャグじゃなくて言ったんだよ、これスタッフよねって言って、うんうんうん、いやね、みんな迅速に対応してさ、はいはいはい、やっぱりちゃんとしてんなと思って、うん、このみんなで参加するイベントだから、うん、ちゃんとみんなに対応しようっていう心構えとかできてんなと思って。コミケのスタッフの人たちの気合の入り方すごいよね。すごい。あれ何なんですか、なんかもう頑張りますみたいなさ、うん、すごいちゃんと、ちゃんとしてる。してるよね。うん、あれ、しかもボランティアなんだ。ボランティアですよ。心出しなのよ。うん、そう、もう、コミケというイベントを絶対に成功させるのだという、うん、そうなのよ。あの思い、うん、あの統制。あの統制なのよ。すごいよね。うん、いやね、俺も列整理とかのさ、壁スタートの手伝いとかやってたんだけど、うんうん、まあ訓練されてくんだよ。訓練されてるよね。ね、なんかちょっと、まあ列整理下手なサークルとかもあるわけ。うんうん、そういう意味でちょっとイライラしてくんだよね。ここは違うのよ。もうちょっと10分にか20分に区切ってみたいな。日陰に移動させてやれよみたいな。とかね。とかね。俺も訓練されてきたなと思って。うんうんうん、楽しく、楽しく過ごさせていただきました。わ、うん、かった。うん、じゃあこの番組は東京ネームタックがお届けするみんなの番組を応援するラジオです。はい、漫画の応援団長のタクジですって言ってください。漫画の応援団長のタクジです。はい、いいずら押す押す古文の後藤です。はいとかって言ってくれいいさあ、じゃあ星井信也さんはじめとするファンボックスの話もちょっとね、ちゃんと毎回しよう、はいはい、ファンボックスは何かというと、うん、この番組をですね支えてくれるね、うん、そしてみんなで一緒に応援していくというね、うん、団員を募集してるわけですね。応援団員ね。そう、うん、あんまり増えてないぞ。マジで応援団長どうする。これは後藤先生はカブトムシを食べて俺は針に行くってパターンじゃねてかこれ何の応援なのよ。漫画に全然直結してないのよね。その応援の仕方。ただただ俺と後藤先生がしんどいだけっていう。てか食べさせたい人は、もう、入ってくれ大変に。いや、でもさ、ほんとさ、肩こり全然まだ治ってなくてさ、うん、いや、もうダメだな、これ。今もね、だから僕ね、この暑いのにね、うん、これ温めた方がいいのかなと思って、カイロを貼ってきたもんね。やばいね。肩にね、うん、血流なのかなと思って。いや、それでも全然良くならないのかな、うん。もう昨日の夜とかさ、うん、もうまた肩こりの話しちゃう。ごめん、全然笑えないやつ。昨日の夜とかもあまりに怒ってさ、眠れないからさ、またさ、うん、もう、あれだもんね、筋肉のつき方の、うん、骨とかを調べ始めたもんね。もう骨格と素人が専門家のとこ行け。骨格と筋肉のつながりの子は、うん、ここにこうやって肩甲虚筋みたいなの読み方合ってるのかな。肩甲骨の肩甲と拳と書いて肩甲虚筋でいいのか分かんないけど、分かんないけど、うん、っていうのがあって、あ、これこういう筋肉のつながり方になってこいつだなとここ明らかにこいつが何か硬くなってるなみたいなの、もうなんかもう肩こりを解消する漫画でも書いたらいいじゃないですか。いや本当そうだよねと思って、うん、
思って。結構やっぱみんな悩んでんだよね。テレビでもやってたよ。なんか、アボカドを食べるといいとか言って。は？なんで聞くの？なんだっけな。ビタミン E かな？うんうん。取るといいとか言ってて、もさ、いいけど取るけど、うん、アボカドってどうなの？一日一個、一日半個だっけな、うん。毎日アボカド食べるの結構なもんだよね。ああ、だからね、時々イラつくことがあって、まあ、いつもイラるしな、俺、うん。あの、健康番組でさ、なんか取り上げられるじゃん。うんうん、そう、納豆とか取り上げられたら、はいはい、次の日スーパー行くとなくなってんのよ。俺はいつも納豆買ってるけど、お前ら、健康番組見てから買って、どうせ一週間持たねえんだろ、みたいな。そうなんだよな、うん、そう。あの、それさ、多分みんな見てたのかな、うん、結構、なんかうちの家族が見てたから、僕も見てたんですけど、うん、もういろんな現代の悩みについてさ、うん、やってるからさ、もうこれに効く食べ物みたいなずっと言ってくれるんだけどさ、うん、もうこれ言ってたら、もうこれ一週間の食べ物ほとんど決まるよな、そう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 。どうせ守んないんでしょ多分、知られてないけど。うん、サバの水煮缶をね、一缶食べるといい、一日。おサバの水煮缶を一日一缶食べるといいのかって言って、もうそれこれ人間の暮らしが限定されるだろう。もう人類はサバの水煮缶を食べる、食べる種族にならないとこれもう無理だろうと思って。それなんだったかな、でも。そして忘れてるっていうね。もうふわふわしすぎだろと。これは一体何に効くのかを忘れているけど、多分サバの水煮缶を食べるといいんですよ。なるほど。体にね。うん。それで治る。そう。じゃあ、カボチャ先生、じゃあ、これ。今週のメニュー決めとこう。朝がアボカド。アボカド、サバの水煮缶。で、昼がサバ。あとね、水出しの緑茶。水出しの緑茶。そう。うん、が、なんかね、安眠に効く。テアニンが安眠に効くとか言ってさ。で、僕はさ、だから水出しの緑茶ね、作るの、ちょっと家に氷がなくて、なんか氷とかで作るのがいいらしくて。はいはい。ね、なんか普通に水で出したんじゃダメだと。で、しかもね、面白いよね、緑茶をね、うん、すごい健康番組になっちゃった。健康番組ですか？健康に語りかけて。急に？まあ、大事な情報だよね。そう、なんか緑茶ってさ、カフェイン入ってるから眠る前に飲んじゃダメそうだけど、水出しの緑茶はいいんだと。うん、ね、で、テアニンがね、入ってるからって言ってさ、で、コンビニ行ってさ、僕はだから水出しのお茶をさ、買ってさ、飲んだらさ、全く眠れなくなっちゃって。カフェイン弱すぎだろ。ただ、俺も弱いのよ。そう。あの、コーヒーとか、夕方飲むと絶対眠れなくなるから、もうね、飲まない。だからこの、今、リポビタン D がさ、手元にあるけどさ、これも、すげえ効いて、わかるわかる。一日も興奮するぐらいの勢いよ。そうそう、うん。いや、だから水出しって言ったって、コンビニに売ってるぐらいのね、水出しだったら、うん、多分カフェイン入ってんじゃないの？だってカフェインを抜くためにやってるわけじゃないもんね。うんうんうん、って思っててわかんないけど、つまり、水出しって書いてあっても、うん、コンビニに売ってるやつはあまり信用しちゃダメなんじゃないかと僕は啓蒙したい。ただ、そう、もう、なんだろう、俺の啓蒙結構意味あるやつだけど、後藤先生の啓蒙、ただ伊藤園が出してる水色の氷で出したよっていう水出しのはあって、それもね、僕はね、昨日の夜ね、もう探しに行ったもんね、深夜。またえトランクス一応。この前もね、あの、放送の配信の中でね、あの、トランクス一丁で街をパン一でね、ペットボトルを探してさまようって話をしちゃったんだけど、あれちゃんと押しておかなくちゃいけないなと思ったら、あれ、僕、風邪ひいてたからね。風邪をひいて。そう、言い訳ね。言い訳ね。水分、やっぱ水分はね、そこまでしても求めなくちゃいけないっていうね、大事な情報。で、まあ、テアニンね、テアニンについては別にそこまでして追い求めるものじゃないんだけど、まあ、探したら、まあ、あったよ、その水出しの青いペットボトルの緑茶って、これはね、普通に美味しいし、うん、まあ、でもそれ飲んでも眠れなかったんだけど。なんだ、結局。え、結局、後藤先生は健康体になりたいってことだよね。すごくなりたい、今、ね。どうやったらこの肩こりのを解消できるのか、うん、もう本当に知りたいなって思ってる。うん、あと俺から警告した方、うん、コミケには絶対来ない方がいいよ。本当になって、熱中症になって倒れちゃうよ。いやでもさ、この前も、いや、そのカフェインの話にちょっとだけ戻すとさ、うん、なんかまあ、右往左往してるけど話が、うん、僕もさ、先月1週間ぐらい寝込んでたじゃないですか。うん、もうそうするとさ、カフェインが完全に抜けてるんだよね。はあ、久々にカフェイン抜けて、うん、で、カフェイン抜けた後に本当カフェイン取るともう本当数倍効くね。全く眠れなくなるというね。禁酒みたいな。禁酒みたいな、うん。あ、みんなね、あれですよ。いつの間にか結構カフェイン中毒になってる。なってんじゃん。ね、1日コーヒー2、3杯飲む人はもうカフェイン中毒らしいよ。マジ？そう。だから、飲んでるね、うん。だからそうすると、実はもうそれカフェイン耐性が少しついてて、はいはい、もう割と効かない段階になっちゃう。
でもそれだからね、でもね、カフェイン、あれだよね、だからといってカフェインを抜くと今度は頭痛とかするんだよね。だからもうどっちがいいのか分かんないけど。いや、分かんない。でも自分で決めてくれや。そう、だから、カフェインちょっと効き悪いなっていうか、うん、ここで効かさなきゃった時は、ちょっとね、カフェイン抜いてから飲むと効くぞ、うんうん。なるほど。原稿に頑張らなくちゃいけない時とかいいんじゃないのか。ああ、じゃあその前半のね、うん、無とかの段階ではやんないで、本番の締め切り間際に調整しておくってこと。そうそうそう。どんだけのボクサーみたいな減量か。ちょっとさ、後藤先生。はい。あの、俺言いたいことっていうか宣伝したいことがあるからいいですか、うん、いいよ。急に。ナンバーナインの書籍の話なんですよ。はい。お。というか、今週これがメインの地獄だったかもしれない、俺は。お。うん。うん。あのね、もうコミキも大変だったんだけども、うん。うん、あの、なんとね、はい。あの、まあ、ナンバーナインさんっていうのが読み切りとかさ、うん、そのコミックスに収録されてない読み切りとか、うんうん、昔賞を取ったその読み切りとかをね、まとめて電子化して売りませんかっていうことをサービスやってるじゃないですか。うんうんうん、で個人じゃできないさ、あの書店、うん、あの電子の、ショップ、もう200ぐらいに、うんうん、あのできるっていうから、そういうサービスでいいなと思って、ちょっと申し込んだんですよ。はいはいはい、で、申し込んで、どれ出しますって言って、うん、あんまり確認しないで、じゃあこの作品とこの作品って言って、バンってあげたんですよ。はいはい、でまあ、いざあげるってなると、うん、まあ、出すからには読み直さないとなと思った時に、ね、15年前なんだよね、作品が。15年前なんだよ。15年の前、うん、自分の書いた漫画を読み返すという地獄が。もうね、うんうん、もう本当にゲロ吐くかと思って、あのね、32ページの時いつも5分かかんねえの、読むの。はいはいはい。20分かかってる。もうね、3ページ、もうね、あの、読んで、ベランダに出て、これはきっときついと思って。で、スカイツリー見えんの俺のベランダからね、うんうん。15年前はスカイツリーもなかったよなと思って。どんなこと書いてあった？もうね、ラブストーリーとかでさ、うん、なんか、好きだとかセリフも、まず俺を殺す一員なのよ。もう何個かあって。で、しかも、あと説教的な内容、こう生きろみたいな、あ、おい！ってなって。俺は今、この、お前のこう生きろのおかげで死にそうだが、みたいな。はぁ、はぁ、ちょっと待って。もうね、本当に痩せた。これはしんどい。そして今、この放送が乗っかってるあたりに出ます。読みて。いやー、まあもうね、もうここまで来たら、宣伝するわ。大体的に。もう15年前の俺が復讐しに来る。すごい。人間はね、人間ってのは2、3年で細胞が全部入れ替わるって言ったじゃん。もう俺5回生まれ変わってるはずだよ。はいはい。別人だね。別人だよ。今ね、攻めてきてるわけだね。なんて書いてあったの？その説教っぽいことをもうちょっとようやく。いや、もうなんか、今日から抹消した。勝手やってくんねえから。どんなこと書いてあったの ?15 年前。いやいや、もう勘弁してくださいよ。本当にお願いしますよ。本当の勘弁したやつですよ、これは。ゲロを吐いて、ちょっと今、紙袋持ってきてくれ。そうか、そうなんかね、あ、思い出してきた。ちょラブストーリーじゃないけど、うん、なんか、絵を描く主人公のさ、話があってさ、はいはいはい、うんうん、それなんかモチーフってタイトルだけどさ、うんうん、お前は何のために描くみたいなことをさ、セリフで書いてあるわけ。そんな時に、ね、俺何のために描いてるんだろうって。笑ってる。笑ってる。なんかごめんなさいってなって、本当に15年前の借金を載せるときはお気をつけくださいってか、後藤先生、15年前の借金載せれる?15 年前っていくつだ ?23 とかか、うん、まあ、ちょうどデビュー作ぐらいか。そうそう、で俺と後先生1個差だから俺22だよ、うん。僕はね、多分ね、載せられるかな。この前ちょっと読み返してもいい話だなと思ったからな。マジかよ。多分ね、僕の話はね、入ってないんだよ、説教さが。あ、いいな。いや、もちろん、今の俺は別にそんなに入れてないんだよ。だからね、うん、謎すぎたなって思った。はいはいはい、今、なんか説教臭いんだけど、うん、情熱とかすげえ感じるわけ、パッションみたいなものが、はいはい。そうだね。もう本当に頑張って書いてんな、こいつ、みたいな。最近それないな。一度しか書けないよね、やっぱその時しか書けないよね。うんうん、
でね、そいつとの、昔の俺との融合、うん、ドラゴンボデリとかの、あの、ピッコロと神様の融合みたいな感じを、俺は目指さんとあかんのかみたいな。あの時分離した。ピッコロと分離しちゃってた。分離しちゃってた。スーパーナメック星人に俺はなるしかないのかと思って。慣れた今、慣れてる。今、いや、今ね、今戦ってる、今。今戦ってる。今、毒だから。あれ。いやー、たくみさん、じゃあタイトル教えてもらっていいですか？いや、まだ決まってないんですよ。あー、決まってないんだ。うん、これから決めましょう。何冊かをまとめるってこと？2冊ですね。2冊をまとめる。2本をまとめる。2冊になる。10本ぐらい？あ、そうか、すごいね。9本か8本か。それを2冊に分けてるんです。すごいなぁ、うん。え、中で気に入ってる作品ってどれですか？お前お前お前って言っちゃったよ。9本の中で。え、気に入ってんの？全部気に入ってるよね、そんなのね。うん、全部俺を殺しにかかってたから。そうか。ただ、うん、まだ読めるって言っちゃった。多分一番最、うんうん、新しいやつ。一番新しいやつ2006年、だから2007年に書いたやつがあって、それ何年前？ 11 年前かよ。で、それの、春風って、後藤先生が読ませた、うん、幽霊が出てくるラブコメ、はいはいはい、ラブストーリー的な話は、まだ読めたなと思った。なるほど。正気をちょっと意識したしね、その後ね。なるほどね。それ以前のものはひどい。もう、俺の、こうした方がいいとか、その、哲学みたいなものがバーッと開いてて、20代の若造哲学だから穴がありすぎてて。すごくいい。ゲロル。すごくいい。っていう話はね、絶対今週しなきゃだと思ったのよ。もう今、田口先生がもうね、もうなんか前かがみだもんね。もう。いや、なるわ。そうなんだ。楽しみだな、うん、でしょ？これ絶対買いだね。まあ、疲れたら絶対買ってください。そう。だからね、まあ、もうちょっとまとめると、ナンバーナインさんと今提携しててね、うん、あの東京ネームタンクレベルとしても出せます。うん、なので、漫画新連載研究会に入ってもらうと、うん、まあ、田口先生みたいに読み切り何本もあるっていう人はもうすぐね、うん、割と早めに電子書籍になって、うん、ただ、くれぐれも、15年前の作品は、うん、いや、載せてっか。載せた方がいいよ、ね。載せてっか。やっぱりそれってね、眠らせておく作品なんかもったいないからね。ねえ、乗っけてった方がいいと思いますよ。いや、本当に、スーパーナメック星人にみんななろう。なんだこれ。いや、すごいな、そうなんだな。まあ、それがだからそろそろ出るという感じですね。さあ、じゃあね、一応ね、お便りもね、いっぱい来てたので、はい、じゃあ、お便りを紹介しましょうか。はいはい、ラジオネーム、戸川じゃないさんよから来てます。おー、戸川じゃないのか。うん、ネットで、この漫画にはカタルシスが足りないとか、うん、エヴァンジェリスト活動してますとか、謎の横文字を使う人たちを見ます。あ、う、あ、ん、ね、はいはい。カタルシス、抑圧からの解放、エヴァンジェリスト活動、広報活動、など、日本語で言った方が確実に伝わる&わかりやすいのに、なぜカタカナ語を使うのでしょうか。それとも、どんどん使った方がいいんでしょうか。っていうね、いや、ね、本当だよ。これさ、なんで日本語にしないのみんな。そうだね。語る質で今分かった。うん、エヴァンなんて？エヴァンジェリスト活動。なんすかそれ。広報活動だって。ああ、広報活動。はあ、広報活動でいいじゃんね。僕もね、でもね、うん、別に使えばいいんじゃないって思ってるんだけど、まあまあ、ね、僕も一個だけね、最近ね、うん、引っかかったのがあって、うん、これなんでこれみんな使ってんだろうなっていうのが結構疑問で、英語を使う理由っていうのは、うん、まあ、日本語の意味と若干ちょっとニュアンスが違うよねっていうことは確かにあるなと思ってて、まあ、確かにね。ね。だけど、こればかりはわからんっていうのが、うん、あれですよ。ん？出ない。証拠。あ、証拠。なんだっけ？わかんないよ。そう、エビデンス。なんだよ、エビって。あぶね、今すげえうろ覚えてさ、エンビデンスだっけとって。近かった。そう、そう、近かった。そう、エビデンスってなんでみんなあんなにエビデンス、エビデンスっていうの？あれって別にさ、うん、証拠でよくない？すごく、限りなく証拠に近い意味な気がしてて。これもうさ、誤解を恐れず言っていい？カッコつけでしょ？カッコつけなんじゃないの？ごめん、みんな。なんでみんなエビデンスあるのかなとか、エビデンス持ってきてみたいなこと言うんだろうなと思って、うん、これは何なの？証拠と何が違うニュアンスが入ってるの？エビデンスっていうとなんか統計上の証拠みたいなのを持ってきてみたいなニュアンスが入ってるってことなのかな、うん、なんとなくそんな気はするけど微妙な、まあね、わからん、わかんないよね。でもさ、これまあ
意味が、うん、まあ、違うっていうことは、まあ、100歩言ってよかろう、うん。ただ、その意味を噛み砕いてどんだけの人数が使ってるんですかね。うん、俺はそれを問いたいね。お前ちゃんと意味分かって言ってるみたいな。分かんねえなら証拠っていいよっていうふうに、俺の中の昔のほら、合体したからさっきから。15年前の尖ってる俺が出てきちゃう。そうだね。自分の分かってないことはあんまり言わない方がいい。そうなのよ。でもね、ほんとね、ネームタンクでもね、そうなんだよ。これとかじゃない予算もね、うん、いい告知をしてくれるなと思うのは、うん、そのネームタンクの中でもやっぱりカタカナ語をどんどん日本語に変えるからね、打ち合わせで難航するんだよね、うん、テーマがないよねとか、そうそうそう、テーマもっとしっかりしてよって言われて、家帰ってテーマってなんだっけってなるからね、全部日本語に変えてます、教室の中ではね、うん、で俺さ、後藤先生のその授業初めて聞いた時さ、うん、なんでいい人なんだって思ってさ、それをすごい後藤先生のいいとこだなと思って俺のメモ帳、心のメモ帳に書いてたんだけど、最近横文字の攻撃がでかくてもう消してるよもう。日本語にしてそう、拓司先生ね、だから、うん、面白いんだよな、そう、拓司先生って、これ分かってないんだろうなっていうのがさ、うん、結構あるからさ、うん、分かってないから。そう、それを、でもね、なんだっけ、あの、大阪行った時も確かタクシーの中とかであったよね。うん、あ、なんだっけ、あれ。なんだったっけ。なんかな、あの、あ、なんだっけ、嫌な記憶だから忘れちゃって。なんだっけ、商売上のやつだよね。ビジネス上の商売上の。あ、そうだ、思い出した。あれだ、僕も出ないかもしれない。外国の人が、うんうん、外国人の人が日本に来る、日本に来る観光客のこと。うん、そう。向けの商売だか、そういう。インバウンド。あ、そう、それ。うん。そう。ね、なんかタクシーのうんちゃんがさ、インバウンドでって言って、ああ、なるほど。そう。いや、だって、いや、友達とか、元先生だったら何の話ですかとか言うし、あと、これ、俺、いつも分かんないこと聞くようにしてんのよ。それは、俺みたく、あの、分かんない人に、俺が汚れることによって説明できるよな。だって、会議とかの特に、みんなで共通的に分かってないとダメなんだから、絶対。だから、もう、あえて、それなんないですかって言うんだけど、今、タクシーのうんちゃんとの会話でみんな分かる必要ないしな、みたいな。だし、やっぱり、その流れを崩しちゃうよね、せっかくタクシーの人がね、話して。で、二人で、うんうんって言って、タクシー寄れて、タクシー先生、あれ分かってなかったでしょって。うん、そうっすよ。で、その時に、俺の心のメモ帳で、後藤先生は、横文字を直す人、バツってこと。バツ。まあ、そこではね、さすがにね、拓司先生に、インバウンドは訪日観光客ですよって言えないじゃん。もう、それやめたら、もう何も喋らなくなる、俺。しかもさ、タクシーうんちゃんとさ、まあ、こう、いろいろ話してさ、近くにいいお店とかありますかって情報を知りたいから、うん、ちょっと条件にさせたらいいなっていうのもあったわけよ。それで、田口先生、今だって分かってないでしょ。お前空気読めないでもいい加減にしろよって多分言うと思う、それやっぱ。そうでしょ。まあだからタクシー降りた後にね。そう。いや、なんでカタカナにしちゃうんだろうね。話しました、ね。嘆き。たださ、英語重要だなって最近思っている。これ言い訳じゃないんだけど。うんうん、なんか昨日友達と飲んだ時にさ、うん、そいつがこれから海外向けのお仕事しようと思うんだ、漫画のって言って。うんうん、週一でさ、英会話の似てるんだって時、偉いなと思って。うん、で、なんでって言ったら、やっぱりそういう風な商売もするし、もう、20億人、30億人、それこそ世界中の人と、なんか喋れる可能性があるわけだから、うん、日本語だったら1億2、3000万人じゃないですか、うんうん。可能性が広がるよって言われて、本当やなと思って。ネームダンクもやっぱり海外をね、視野に入れて海外でやるためにね、うんうん、そうなんだよね。漫画先輩とかやってたりね、ねするし、頑張って英語をやっていくしかない。そこで漫画先輩切り出していいかな。そうだね。漫画詳しくはね、漫画先輩でね、多分このアカウントでやってるんで、ぜひ、うん、結構ためになることを言ってますよ、うんうん。漫画の真髄とは何かとかね、前回やったんだけど、うん、なんか漫画の真髄を言ったのんだけど、なんかあんまりためになる感じにならないっていう、うん、おかしいな、みたいな。あれだよね、東京ネームタンクっていうアカウントを押すと、ねうん、ラジオと漫画先輩の動画をプツラッと撮るんですよね。そんな感じです。はいはい、いや、僕もさ、実はさ、うちの弟がアメリカに住んでてさ、うん、そう、今ね、ナウで。だからたまに通話とかすると、うん、ハローって。ハローっていうか、おいがさだからもうさ、多分完全に英語のおいになって戻ってくるわけでしょ。うん、怖すぎるんですけど。いや、モンゴ先輩はちょっちょうでしょ。ね、海外生まれの海外育ちのおいが、うん、ね、迫ってくると恐ろしすぎるんですよ。後藤強格みたいな。漫画先輩としての対応をね、うん、取らなくちゃいけなくなってきてる。ケチョンケチョンに。いや、でも俺も笑い事じゃない。笑い事じゃないぞ、マジで。
そうなんだよ。あとね、海外で面白いなと思うのはさ、これほんのちょっとだけ話すとさ、うん、今、サマータイムなんだよね。ああ。サマータイムっていう文化ってすごい面白い、ね。なんか今、ニュースでよく見るけどさ、オリンピック。オリンピックが、うん、タクシー先生がニュースの話を。ああ、そうだよ。さすがの俺もそれは知ってた。嬉しい。2時間早くなるやつ。すごい成長感じた。よかった。バカにされてる。そう、2時間早くなるっていう。で、やっぱりさ、不満続出じゃないですか。うん、やっぱりいろいろコンピューターが狂ったりとかね、うん、日本が急にそんなの始めたら大変だみたいなのに言うけどさ、僕はさ、結構それ楽しみにしてて。マジで？面白そうだな。いや、日本人全員が、一斉に何かに取り組むっていう、同じ一つの出来事に、うん、じゃあみんな明日から2時間早いからねっていう、その感覚、そんで、実際明日から2時間早いんだっていう、うん、みんなで一つのことをやるイベント感あるでしょ。面白そうだなと思って。うん、いや、面白いかもしれないけど、無理でしょ。後藤先生。急に2時間早いとか、みんなでせーのとか言って、やってさ、うん、できるそれ。無理無理。足並みなんて、それはない。高画物時間の逆だよ。今、すげえ知ってる人しかわかんない単語出しちゃった。究極超人 R っていうね、うん、漫画の中に高画物時間っていうのがあって、それは10時集合ねって言ったら12時に集合って2時間遅れるっていうね、データだのよ。サマータイムが終わる日はそうだよね、きっとね。あ、そうね。今日で最後だよっていう時は、明日からじゃあ2時間遅れる。遅れるんだよって言ってね。先生、お願いがあります。はい。うちの会社はサマータイム導入なしだよ。ここは待て。ここはそれだってみんなで一斉にやるからサマータイムだからさ。ここは無理でしょ。ここは違い保険で。違い保険で。ここだけ旧日本です。旧日本です。はい、そんな感じかな。うん、もう一個あるんだよな、うん。もう一個だけちょっと読んじゃおう。はい、ラジオネーム、花月陽さんから、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんばんは。いつも作業中に、いや、たまに拝聴させていただきます。うん、正直。なんで言っちゃったんですか。ところで、漫画家同士や漫画家志望者が集まって仕事する広い作業場が、うん、中央線あたりにあったらいいなと考えているのですが、今後、ネームタンクの教室を広げる予定はありますでしょうか。またそこでは、アニメゲーム会社のように会議室や仮眠室、資料室、給湯室があったら嬉しいです。会員制で漫画家さんはアシスタントさんをシェアできたり、漫画やイラスト可能ならアニメゲームの仕事などを手のついている人が受けるといったシステムがあったら面白いなと思いましたと。うん、数年後、漫画、アニメ、ゲーム業界を一つにするスタジオがポツポツできるだろうと予測しております。なるほどね。他力本願で申し訳ないんですが、うん、ネームタンクさんぜひ頑張ってください。うん。わーい。かっこ悪いって書いてある。かっこ悪い。ありがたいね。ねいや、そうだよね。やっていきたいよね。うん、まあ、夢はあるしね。うん。みんなで、なんか、徒競走みたいなのまた面白いんじゃない？うんうん。うん、やってみんなで集まって、うん、ね、あの作品を作る、これできそうだよね。ネームタンクってそういう思想で作ってあるでしょ。そうそうそう、うん、うん、そうですよ。だからやっていく、やっていく、うん、ぜひ広がるの？広げられたらいいよね、うん、これさ、結構さ、実際できそうじゃない？安いとこ安いからね。お、じゃあ3年後？ 2 年後？来年？そう、だってさ、新宿ってさ、うん、ここら辺物件調べるとさ、うん、2万円とかあるぜ。なんか、やばい。大丈夫？それ前の人大丈夫？もうね、でもね、もちろん畳、すっごい畳、もうボロボロの畳の部屋と、ああもう、ああトイレも共同ね、うん。風呂も当然ないみたいなところだけど。さっき給湯室がどうだこうなったけど。だから2万円とかだったらさ、うん、ね、月々1人ね、2000円で10人でとか。またいいとこにしようよ夢事業拡大してさ、ガッポガッポでいいとこ行くぜのやつやろうよそうなんだよね。実際ね、ガッポガッポって言ってみんなでね、一つの仕事をしてね、うん、みんなでお金にして、うん、とかで、もう全然できちゃうわけだしね、うん、きっとね。何年後目標しますか？いやさ、なんか僕がネームタンクでやろうとしてたことってさ、巻きで実現していくからさ、これ結構やろうとか言ってると意外と来年ぐらいできちゃってる。来年大きく出たじゃん。そうそう。コミケも4日間になるし、ネームタンクは広がるし、そう来年楽しみだな。なんで投げやりじゃないの？いや、投げやりじゃないのよ。楽しみだね。うん。じゃあ、おしまい。
第12回の漫画を応援するラジオいかがでしたか、うん、はい、最後に東京ネームタンクからお知らせです、はい、そうラジオはお知らせできるのがいいところだよね、うん、ネームできるコースは 3HD コース11月期、うん、おお9月3日から予約解禁です、ね、11月2日3日4日開催です、うん、そしてネームできるコースは土曜コースは、うん、の11月期は、9月11日11時から予約解禁です。開催は、11月の10、17、24、ね、土曜日の全3回です。あとはね僕ね、結構最近でも本当打ち合わせばっかり出てるんですけど、はいはい、漫画ボックスに行ってきてですね、だから今ね漫画家 VS 編集部っていう企画を作ってる。漫画家 VS 編集部恐ろしい、ね、煽ってくね、煽ってくね、つい煽ってしまう、うんね、漫画家 VS 編集部だから、うん、そのやっぱりよくね編集さんに打ち合わせとかでこうした方がいい、あした方がいいとか言われるとね、うん、後から帰ってそれできねえよみたいなことあるじゃないですか、うんうん、もうだからその場でできねえんだよそれっていうのを言える、うんうんね、そのみんなそのいつもねそれをもう聞いて帰ってきちゃうじゃないですか、はいはい、それみんなでもう編集部の人、ね、数人、うん、多分2名から3人を漫画家全員でずらっと囲むっていうね、おえそれなんか今まで溜まっていたものが何か出るそう、そしてそのアドバイスを受けて、ね、うん、でその聞いたアドバイスをじゃどうやったらそれが本当に実現可能なのかどうかとか、うん、そのアドバイス言われると実際はここでこう詰まるんですよねみたいなことが僕とかね、拓司先生も多分できると思うし、やっぱり慣れてくると言われたことを丸呑みしなくて済むというか、うんうん、っていうことをね、だからその打ち合わせのお手本みたいな感じとかもできるだろうし、はいはい、あとはやっぱりみんな面白くないとか言われちゃうとさ、泣いちゃうもん ね、泣いちゃうじゃないですか、で泣いちゃうし、うん、でだけど本当はさ、いやそのこの面白さ分かんないんですかって面白さプレゼンしなくちゃいけないところだと思ってて、うん、で実際そのやり方というか、うんね、どうやって泣き寝入るんじゃなくて自分の作品を PR して、うん、じゃないと修正の方向とかも言われるままになっちゃうんだよね。そうなんです。ちゃんと自分が楽しく描けるポイントとかをどう主張していい作品作りにしていけばいいかというね、うん、あとはね掲載するにはどうしたらいいかっていうようなことを考えていく、まあ編集者と一緒に考える会みたいなイメージ で、うん、漫画家 VS 編集部というね、いや楽しみ、企画書を作って今俺は戦闘力も上がってきてるし楽しみだわ。楽しみでしょうね15年前のタクジとは違うこれ教訓入っちゃってるよねっつっておい痛いご先生くるねもう限界見てたハッチ教訓の大切さをねだから語ってほしいわけですよ、うん、商業的にこのセリフはどうなんだろうかみたいなおいみたいなちょっとあれ弱点増えてね今の俺戦えないです撤退する潔さとかねもう学べるって、これは戦っちゃダメだとダメージを負うだけだみたいなところも学べるという感じになっております。さあじゃあチャンネル登録ね、はい、僕たちと一緒に漫画を応援してくれる方はね画面右下のいいねボタン、うん、登録のいいねボタンとかね、はい、または画面下の赤いバナーからチャンネル登録お願いします、うん、ピクシブファンボックスも覗いてみて、ね、そうですね、うん、ピクシブファンボックスぜひ見てもらいたいですよね、うん、データがねこの音声データがねもらえたりします、うん、もう聞けてるやつだけどね、うん、YouTube で聞くとさ、ね、ほらパケット代かかっちゃうから、うん、ね、あ、はいはいはい、家でダウンロードして、うん、もう聞けるみたいなことになっておりますのでね、うん、ぜひお待ちしてます、うん、300円ですデータのやつは、ね、あと僕は名前をすごく読みたいから、うん、1000円のプランもぜひお願いします、うん、あれ1000円プランで名前読み上げて内容も作ってみたら、あ、うん、読み上げて欲しくない人もいるみたいだもん。そうだよね、確かにそりゃそうだ、うん、でも読み上げて欲しくない人はあれだな、好きな名前でああとか、うん、あとは全然いいよ、ね、その確かにコメント入れられたでしょ、うんうんうん、だから名前はなしでとか、はいはいはい、書けばいいんじゃない。あ、なるほど、うん、なんかまあでもなんかそういうねご要望とかもあったらぜひ送っていただきたいなと思ってます。では漫画を応援するラジオ、うん、マンラジ、そろそろお別れの時間です。はい、この番組は星井慎也さんと応援団員の皆さんでお送りいたしました。はい、また次回お会いしましょう。はい、またねー。